にチャンネル用、そう信じるものがあったとしても信じない素振りをするギター弾きマサヤヴィンテージでございます。吉田拓郎さんのラストアルバムの発売から1週間後にこれを投稿しようと思ってるんですけどもね、投稿してる日は多分1週間後だと思うんですが、すごいいろんなことがありましてですね、判明したことがたくさんありまして、それを皆さんと共有して確かめ合っていこうという、今日はそういう話でございます。まず面白かったの CD プラス DVD が買いましたと。で、噂が流れてきてですね、コメントにもいただいたんですけども、 CD だけのタイプにはですね、10曲目が存在するという話が舞い込んできましてですね、いろいろ調べて確認もしたら10曲目がですね、クレジットされてないんですけども、10曲目があるんですよ。10曲目のトラックが存在するんです。びっくりですよね。これは ABEX さんの仕掛けなのか、拓郎さんの仕掛けなのかはわからないですけども、全くその何のどのサイトを見ても9曲しか入ってないんですけど、10曲目が入ってるという粋な計らいがありましてですね。で、曲もですね、シークレットなんですけども、もうちょっとずつね、ざわざわっと広がってるんですよ。だからもうお伝えしようと思います。買ってる方は、歌謡曲です。歌謡曲っていうのはもう拓郎さんのデビューの当時、まあタイトルは違ったんですけど、静かっていうタイトルで、ずっと歌われ続けててね、これはですね、そのヒット曲ではないんですよね。拓郎ファンはものすごく好きな曲なんです。というところでは、大根の拓郎ファンへの大きなプレゼントというか計らいではないかと思うんですけどね。拓郎さんもこの曲は気に入っていらっしゃってね、置き去りにした悲しみはっていうシングル版のカップリング曲、まあ当時は B 面と言ってましたけども、 B 面の曲で、スタジオレコーディングが後々にされたという経緯があってですね、いい曲なんですよね。それをラストアルバムのシークレットトラックとして忍ばせとくっていうのはどういう人なんでしょうね。これすごいよね。で、ちょっと歌謡曲の話をしますと、後にちょっとラブラブ愛してるの話をしますけども、この歌謡曲っていうのはね、朝日ソノラマのねレコードにも入ってる、レコードって言わない、そのシートにも入ってるんですよね。静かっていうタイトルでね。で、この曲の作り方がですね、今までずっと続いてるフレーズがあるんですよ。フレーズというかコード進行だから、ギター好きの方は分かっていらっしゃると思うんですけども、ちょっとカポタスト失礼カポタスト、これはね、ちょっと座骨学的なことになるんですけども、拓郎さんが、楽曲提供される時に結構多用されるパターンがあるんですよね。わかります、この夢の中にいるようなこのほんわかとしたこのコード、普通だったら F っていうコードを使うところを F マイナーを使ってるとかね、例えば、このパターンが多くですね、 F から F マイナーっていうこの流れ、これが結構ね多いんですよ。例えばですよ、ご存知とかいるかな、由紀さおりさんへの提供曲ルームライト、あの薬屋の角を左に曲がる、君はもうすぐと分かり、私はこのコードですよ。ここでは G のプレイでだから C マイナーなんですけど、私は降りるってこのほんわかとした流れね、これがね拓郎さんらしいっていう、よく聴いてる人はもうこれで拓郎さんって分かるぐらいの勢いですよね。例えば石野真子さんへの提供曲、あなたは狼だ怖くない、これですよ、このほんわかコード、ご自身のオリジナルでも当然あるんですけど、この流れが吉田拓郎さんらしい曲というので、これ半世紀以上続いてるわけですと個人的には思っております。はい、ということで、ラストアルバムの意外なその真実というところに迫ってみましたが、はい、ということでありがとうございます。あとはね、7月の8日にオールナイトニッポンゴールド、キンキーキッズのお二人がゲストで参加されるということと、7月の21日ですね、
ラブラブ愛してるの最終回、吉田拓郎卒業スペシャルには、報道ではですね、大物俳優って書いてあったんですよ。そう書くと間違うんですよね。想像がわかん、わけが誰かわかんなくなるんですけども、人気女優なんですよね。奈緒さん、人気女優奈緒さんが登場すると。で、大物シンガーソングライター、大物って言ったらね、年寄りのように思ってまうんですけども、まあ大人気シンガーソングライターとして、あいみょんさんが、ゲスト参加されるというところで、これはもう報道にありました。はい、私の予想は裏切られましたけどね。ね、大物とか言うから、大物シンガーソングライターとか言われたら中島みゆきしか思い浮かばんじゃんね。はい、あいみょんがやってくるということで、あいみょんはエピソードを持っててね、令和の吉田拓郎というようなことも言われつつ、拓郎さん本人にも、君は若い頃の僕に似てるねって言われて、あってなったら、顔がって言われたという面白いエピソードを持ってるというところですね。はい、そういうエピソードも出てくるんじゃないかなと思うんですけどもね。で、サプライズで登場する大物タレント、これはそうか、そう言われたらそうだなと思ったんですけども、明石家さんまさんね、ということで、もう確定しました。で、よく考えてみてくださいよ。奈緒さんはちょっと置いといてですね、あいみょんって関西人ですよね。ね、近畿の二人関西人ですよね。明石家さんまさん関西人ですよね。奈良が多いですよね。奈良がね、剛くんとかもそうですし、さんまさんも奈良出身やし、ギタビンチャンネルの正谷ビンテイさんも奈良に住んでるしね。まあ京都で生まれて奈良に住んでるんですけどもね。でも関西人なかなか拓郎さんの周りに多いじゃないですかっていうね、変な嬉しさがしますが、はい、ということで今日は、弾き語りなしということでお願いしたいと思いますけどね。リアルな友達からはですね、弾き語りで、拓郎さんの曲をアップするよりも、投稿するよりもね、こうやって喋ってる方がすごい再生回数じゃないかっていうことを言われましてですね、それはもう、拓郎さんのラストアルバムっていうそのキーワードにいろんな方が聞いていらっしゃっただと思いますけども、6月29日に喋ってるだけの、動画がですね、非常にたくさん聞いていただいて、なんか恐縮しておるんですけども、はい。今日はですね、もう新しい情報を共有したいなと思って挟んでみました、動画を。なんかやります？大手返し。じゃあですね、予定にはなかったですけども、弾き語り1曲いきますか。ね、コード表もなんもないけど、なんかわかるでしょう。ちょっと待ってたらごめんね。はい、静か。
た。あ、泣けてくる。やっぱり最高じゃないですか。ありがとうございました。またお会いしましょう。